毎度、京口亮太です。今日は、よかろもさんのとのコラボでのアカペラ企画、この声やけどやります。今日何気に初コラボっすよね、他の YouTube。 初コラボっす。すごい、やばいっすね。他のチャンネルにデビュー。そうですか。いや、試合より緊張しますよそんなことよろしくお願いします。お願いします。久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃコンディション悪いんですけど、喉さすがやもん。いや、かしだから、龍角散と喉ラムネみたいなの買いましたカラオケとか行ったりするんですか。うん、まあちょくちょく行きますけど、そんななんかこうね、チャンネルすごいですもんね。20何万人でしょ。やばいっすね。めちゃめちゃ田舎なとこの人口より多いかもしれない。京口さんのチャンネル見せてもらって、いや、その時に、まあ、最初のやつで、まあ、あの始めますっていうやつとか質問コーナーがあったじゃないですか。はい、でそこにちょっと歌ってみた動画とかみたいな部分があってあちょっとあってでコラボももしかしたらぜひぜひっていう感じだったんでもしかしたら歌ってくださるかなと思って。ワンチャンね、だってあの時ねコラボで歌とか言ったやつ唯一いやちょっとって言ったのが初めてのコラボですね。いやけど見たいと思いますよ。ですよね。ワンとか。絶対需要ありますよ。多分 60% ぐらいしか出ないですよ。2代っていうメンバーなんですけど、こいつが格闘技が一番好きで、格闘のことをめっちゃ知ってて、やばいって言うてね、今日は。もともと僕らのメンバーの中で、第一ってボクサーのやつがいて、で、高校時代の同級生なんです。そうなんだ。その同級生が、まあ、僕卒業して全然バラバラの道だったんですけど、うん、その2年半前にもう一回やろうっていうことで、その時僕ら福岡にいたんですけど、上京して一緒に始めてっていう。すげえ。大地さんビートボックビートボックさん、本当は大地も今日来れたらここに行きたかったっていうのは言ってたんですけど、ボクサー対決拳使って拳使ってタイトルで皆さんのコラボは基本的にこのアカペラで。そうですね、僕ら側の企画とかじゃなくて、そう、歌う基本的にそれが多いです。そう、すっごい喜ばれるんですよ普段。だって世界王者の歌声なんて聞くことないですからね。それでこれやからな。コンディション、コンディション。うん、あ、あ、あ、うん、もういきなり歌っちゃう感じですか。心の準備したい。いや、一人ずつ撮っていくってなんか聞いたんですか。そんなんですか。あまり僕なんで今回はもうバックコラス後で乗っける感じにするんで。はず一人で歌詞とかもあれやからちょっと見ながら歌うんだから。実際どのぐらいカラオケ行かれますか。月2、3、多い時で2、3。あ、じゃあ完璧ですね。いや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 全然完璧じゃない僕なんか一斉にみんなで歌うからちょっとごまかし聞くんかなと思ってこんな感じなんです。もういやでもやっぱ普通普段歌わない方とかレコーディングとか知ったことないですからね。なんかみんな戸惑いますよね。いや絶対喜ばれますよ。うわー、なんで俺これ受けたん。後悔。ありがとうございます。絶対緊張されてるんですか。します、します。なんかもう普段経験しないんで。いやスパーリングとか全然あれなんですけどこういうなんかねめったにこんなことないじゃないですか。あ、そうですね。世界王者ですか。ほんまになんでやろマジで。原曲と同じスピードなんで、もうなんなら原曲流しながら歌っても全然大丈夫です。うん、リゾート気分味わってるはずの理想の自分とは程遠い。でも何もしないで夜になったり、この年は何かしたくて毎日二人はそわそわしてる。好みも心も焦がしてる。一切合切飲み込んで、何が俺らを惑わしてる。一切合切飲み込んで。あああ、めっちゃいい感じです。完璧ですね。これめっちゃ難しいな。せっかくなんで欲しいですね、ここ。あ、いいっすね。あー、イエーイ。難しい。ありがとうございます。かっこいいな、これ。変な汗めっちゃかいたんですよ。ありがとうございます。
いやいい感じですね。いやスルッといけるじゃないですか。いやいや汗やばいんですよ変な緊張したなもしなんかパート部分部分でももう一回歌いたいって言うんですがあればそんなんできんねや。はい大丈夫です。めっちゃいい本当ですか。もう最初のアーがいいっすね。ビール飲んであれもうこれ終わりっす。マジですか。ありがとうございます。10分の終わった。やっぱ本番強いっす世界チャンピオン。いやいや普通になんか普通に対談みたいなでもしたいっす、ね、僕はなんか話好きなんで。あ、本当ですか。普通になんかきっかけみたいな。そうですね。お疲れした。お疲れ様でした。どうでした。いやーめっちゃ緊張したんですけど、なんかもう歌い始めたらなんかもう吹き抜けたっていうか、ね、もう大丈夫ですねみたいな。もうやりきりましたね。でもやっぱ難しいなっていう、こういうねボクシング以外のジャンルに挑戦するっていうのは新鮮で刺激的で良かったっす。いいですね。また違う。またなんかねこの動画見てもらった例えば YouTuber の人がいればなんか。いやそれこそ毎日のダンスとか、あダンスいい、大食いとか、うわぜひチャレンジしていきたいですね。でまた頑張ります。横浜さんのチャンネルの方に僕があのフルでチャレンジしてる動画上がってると思うんで、ぜひ概要欄の方から見てください。でチャンネル登録もグッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございました。ほとんど多分。アレンジが手数が多かった。